どうもこんにちは。中東に派遣された CIA 職員の霊夢です。霊界兵隊大佐のマリサだぜ。今回もリアルスティックな FPS であるコールオブデューティーモダンウォーフェアのキャンペーンを遊んでいきましょう。前回はロシア軍政下の反乱軍と協力して友好関係を築いたところまでだったね。それじゃあロンドンテロの犯人を探しに行こう。その前に霊夢にはもう少し彼らと関係を深めてほしいからロシア空軍基地の攻撃に参加してもらうぜ。嘘でしょ。今マリサロシア宇宙軍基地がこっちの援軍として参加するって言わなかった。このパターンで完全に的外れなことある。まあひとまずこの戦いが終わったら給料上げてあげるよ。1500円に時給か月給か中学生のお小遣いじゃん。今回は現代ロシア軍と正面から戦うことになる。そんな戦いに本当に勝てるか霊夢は心配だろう。舐めないでくれ。何のために私が日頃から爪切りをしてきたと思ってるの。絶対ロシア軍関係ないだろ。それこれで敵兵の首をかっさばくのさ。野生動物の戦い方じゃん。今回は自爆ドローンを準備した。これでまずロシア軍の空軍能力を破壊する。ドローンとか現代戦っぽくなってきた。それでは早速自爆ドローンを操作していきましょう。ドローン操作は得意なのか。壁にぶつける技が得意で今回は敵忍者よかったね。おすごい。群れをなして自爆ドローンが飛んでる。生命の神秘を感じるね。100% 界の群れですよこれ。吉岡を越えられた。ロシア軍の空軍基地が見えてきたな。突入準備。ロシア軍がこちらに気がついていないのは余ってロシア兵さん撃たないで。これあれだから観光地とかを空撮するドローンだから。一直線にヘリに向かってて笑う。よっしゃ一機撃墜。他のドローンも次々に目標に命中しているな。これでロシア軍は当分の間航空機を使えないはずだ。今のうちにロシア軍の空軍基地を攻撃してロシアの軍勢を弱体化させるよ。これからは激しい陸上戦になるはずだ。しっかりと集中して挑みます。何これすごい野望がある。13万が過ぎる。こういうのが気になる年頃なんだよね。どの年頃の話なんだよそれ。ちなみに敵は正確にはロシアの傭兵だ。だから米軍が人道支援と称して航空支援してくれることになってるぜ。人道支援かっこ近接航空支援。そしてあそこがロシア軍基地だね。ロシア兵が周囲を警戒しているのが見えるよ。砲兵隊が突破口を作る。それまではひとまず待機だ。あいあいさ。あそういう感じ。私も何回追う。大日本帝国万歳。一人だけ派閥が違いすぎる。ヨシア砲が飛んでいった。うお、監視塔が吹き飛んだ。これが突撃の合図だ。仲間と一緒に前進せよ。ウルジッツさんのために。ひとまず最後尾になるまで待ちます。嘘でしょ。霧統合兵扱いされないぐらいを狙って前進。ウルジッツさんのためには被災も意図はない。一番勢に執着してたやつがよな。ロシア軍が展開するようにアナウンスしてるね。ひとまずは奇襲は成功してそうな雰囲気があるよ。狭い入り口が危険だ。素早く基地の中に侵入してしまった方がいいな。あいあいさ。よっしゃ現代ロシア軍を掃討するぞ。ひとまずは遮蔽物の裏に隠れてと一人ずつ着実に倒していきます。まずは左側にいるやつを一人。そして次に正面の敵を確認。いい感じに遮蔽物のせいで狙えないね。もっといいところに陣取って。怒りの火炎瓶2つ投擲。学生運動の時の経験が活かされるね。ガチの老婆じゃん。もう一度左側を確認。ロシア兵は全滅したようです。もっとしっかりクリアリングして。敵 A を視認。 AK-47 が火を吹くぜ。 CODMW の AK の銃声好き。わかる。お腹に響くような銃声音が心地よい。ゲームで撃ってるだけじゃ我慢できなくて個人輸入しちゃったの。早く逮捕されてほしい。よしロシア軍の前衛排除完了。私のエイムがまた黒光りしちゃったね。なんでドス黒くなってんの。正面にいると蜂の巣にされそうなので端っこから進んでいきます。私の人生と同じですね。いや否定してよ。一人で勝手にチクチク言葉を飲んで喉をズタズタにしただけでは自傷行為を防いでくれることを期待してました。ネンヘラみたいなことすんな。まあそんなに気にしなくてもいいんじゃないか。え、そうかな。事実は今から変えようがないし。励まされてるのかと思ったら熾烈に追撃されてた。走行してる間に出撃してきてた敵ヘリ一機撃墜。まだもう一機飛んでるな。自爆ドローンサイド出撃。もう一機も確実に撃ち落とします。ダーマヤー。これで空からの監視はなくなったな。前進はしやすくなったはず。あとはこの隙間から敵を始末してと。全然見えなかったので諦めました。孤独な人間が自分の作った穴に落ちて足を折る光景だな。そんなに批判されることだった。ロシア兵が基地内部に後退してるね。背中を銃撃する兵士の鏡。私もしっかり追撃していきます。すみません、ちょっと家にお邪魔しますね。お邪魔する気が全く見えない乱射。アメリカではこれが礼儀なので。聖社会極まりすぎだろ。ここから正面の道路を確認。いい感じに追撃できてるね。家屋の上に結構ロシア兵が展開してるな。さすがに一気に狙われるとひとたまりもないので側面の遮蔽物を利用しながら前進していきます。仲間は引っ込んでろ。私は安全に出世したいんだよ。身勝手かと思ったけどむしろ最前線を受け持ってた。右側から銃声が聞こえるね。ロシア兵はいるかな。よし見つけたって武器変えちゃった。何やってんだよ。今目の前爆発しましたよね。それを避けるための策だったんです。言い訳が見苦しすぎる。絶え間なく 7.62mm だわ。なんか近くにいた。危なかったな。通路に出ている時間が危ないのでスライディングですり抜けます。よし抜けられた。今度は右端から前進してみます。敵はいるだろうか。数人こっちにもいるみたい。見えにくいのでとりあえず動いているものには何。うちの地域だと手榴弾投げ返している間は無敵だったのに。鬼ごっこの地方ルールみたいに言われましても。遮蔽物からゆっくり顔を出そう。まず一人、そして二人。まだ敵兵が生きてるな。解釈してあげましょう。リロードしてと。毎回十字路が怖いな。ほらすぐ当ててくるもん。小学生の時ミロ飲んでた私にした重曹もかすり傷だけどね。あれカルシウムしか入ってないけどそんな体になることある。この家屋の中には敵がいそう。火炎瓶を投げ込んでと。叫び声が聞こえるから命中したみたいだな。恐ろしいゲームやでほんま。横から攻撃されることがないようにしっかり側面の敵も制圧していきます。しかし赤い色が目印の武器庫が制圧目標らしいけどどこにあるんだろう。
これだろ。これか。この仏庫を見つけるまで40年かかった。物語の時間軸壊れる。早速仏庫に入りたいけど、先に周囲の敵兵を自爆ドローンで吹き飛ばします。まずは塔の上のスナイパーを倒してと。これで敵の目を潰しました。おうほう。次は敵の右目を潰します。随破壊のボス戦みたい。ここら辺に監視塔あったよね確か。何もないところで起爆してない。敵の足を攻撃したので。逃げ込むな。曖昧な表現に。外は安全になったので武器庫に入ります。一応警戒してと。ロシア兵がまだ中にいるな。火炎瓶投擲。二人ともこのまま焼け死ぬな。やっぱり動きがエグい。一応楽にしてあげます。これで武器庫制圧完了だな。とまずここで弾薬補給だね。大最新兵器もあるじゃん。ガーだな。ドットもついてるしいい感じ。早速これを使って敵を掃討します。これも AK と同じく 7.62mm だから撃ってて楽しいね。最高ケースカーほんと好き。まだ敵兵は残ってるかな。よし倒した。他は誰も残ってないかな。無言で負傷兵にヘッドショットするな。よし相当完了。なんとかまだ生きながら得ているね。この戦いが終わったら私ご飯食べに行くんだ。しょうもなさすぎて死亡フラグにならなそう。ちなみに共感してくれると思うけど、朝ごはんはお米しか存在を認めていません。いや知らんけど。朝にパンを食べる人なんて本当はこの世に存在しないのだ。存在を認めないってそういう意味。闇の組織が日本にも朝にパンを食べる人が実在すると信じ込ませているだけなんだ。こいつが信じてる陰謀論他に誰が言ってんの。閉まってる扉をハジル君が開けてくれるらしいです。私が自動車教習所でやったやつじゃん。それが一番やばい。大丈夫大丈夫。傷者一名だったから自損事故でよかったな。教官が捻挫してた。怪我したの教官かよ。よっしゃ突撃だ。止まったら死ぬぞ。走り続く。これ味方の航空支援。もしそうなら誤射がすごい。でも航空支援頼んでた島田味方かもしれない。誤射してるお前だよな。ひとまずやり過ごしたけど外は危険だね。一旦家屋の中に入ります。ここでまた自爆ドローンの出番だな。よっしゃ出撃。敵のヘリコプターを捉えた。くらえ。敵機の撃墜を確認。よっしゃ、長い戦いだった。今のラスボスじゃないから。ここもプレハブが広がってるね。射兵物を活かしながら敵を撃っていきます。スカーだから AK よりかは制御しやすいが、いかんせん敵の数が多いな。もう少し正面の敵を削ったら側面に回り込みましょう。解決できない問題に当たったら回り道しろって恩師も言ってたしね。当たり前のことしか言ってない。織田信長もそう言ってたらしい。歴史人物で付加価値をつけるな。しかも一期一会違わずに。現代的な喋り方すぎない。よしプレハブから側面に抜けていきます。お邪魔しました。行動からお邪魔した気が一切見られない。手前にも一人。やったな。リロードしてと。よし前進開始。ここから正面の通路を撃てるかな。敵は無警戒だな。背中にも容赦なく射撃。悲しいけどこれ戦争なのよね。正面の通路が静かになったけど、まだロシア兵が隠れてる可能性があるので側面から回っていきます。おっとこれ敵のヘルメットか。しっかりと息の根を止めてと。容赦を知らない女。燃え盛る人の叫び声が聞こえて戦場点数星5ですね。地獄かな。奥の家屋の中にも敵兵があるね。念のために追加で火炎瓶も投げ込んでおきます。常に無慈悲。人ごめんと呼んでくれ。別にいいけどお前はそれでいいのか。ようやく滑走路まで出てこれました。ここを制圧すれば作戦終了だな。でもまだまだ敵がいる気配があるよ。とりあえず格納庫の方をゆっくり覗いてみます。確かにロシア兵が死に物狂いで抵抗してるな。これは最初に拾ったか98系の出番だ。だだっ広い滑走路だと狙撃銃が光るな。ドンが光ったら敵にバレちゃうからダメだけどね。うまいこと言えてませんよ。カー98系といえばナチスドイツの主要武器。私には手慣れたもんですよ。これだけで近中遠距離対応可能です。言いながらスカーに持ち替えてるね。マリサはスカーがどこの国の武器か知ってる。ベルギーだよ。実質ドイツ領みたいなもんだよね。ナチスの生き残りじゃん。左側を確認してと。とりあえず敵は見えないな。じゃあ今度は右から覗いてみます。ちら見えた。まずは一人やってしまおう。おっとここでリロードか。スコープをマウントしてるから一発一発横から相談してる丁寧さ。初期化クリック装填はできないからな。この話誰がわかるの。あそこにも敵が見えるね。やったみたいだな。よしほぼ制圧完了したかな。そのまま格納庫の中に突入しました。もうロシア兵は残ってないのかな。よっしゃ戦利品を漁っていこう。価値観が旧時代のまま。まずは武器庫の中を確認してと。であれ中からロシア兵の声が聞こえるな。扉は鍵がかけられてて開かないね。じゃあハジル君パルクールをやろう。霊夢パルクールできるの。私を舐めるではない。アサシンクリードで習得済みだ。霊夢を参考にしないで。なんかロシア兵が反乱軍に捕まって首切り動画をネットに流されることが怖いって言ってるね。 CODMW はこういう会話一つ一つも現実感があっていいな。冷酷な現代戦を描き出してるね。それじゃあ上から攻撃しますか。まずはスタングレネードを投げ込みます。よし射撃開始。まず一人、そして二人目。あと一人ぐらいいるかな。やっぱりいた。少し危なかったな。でも武器庫を制圧できたよ。よっしゃここで武器を調達しよう。焼夷弾のグレネードランチャーと、あとセミオート式のスナイパーであるドラグノフを拾いました。これで大抵の戦争は勝てます。信頼が重すぎて銃がひしゃげる。あれちょっと待って、逆に包囲されてません。敵の援軍がたどり着いてしまったみたいだ。なんか電気が落とされた。いややばいって。 CODMW の光の演出綺麗すぎるって。まだまだ余裕ありそう。このゲーム夜のグラフィックの作り込みすごいから逆にありがとうって感じ。意外に敵の圧力は少ないかも。どうせなので焼夷弾ぶち込みます。ちょうどいい状況かもな。ははは、ロシア軍なんて恐るるに足らず、すべてを焼き尽くしていくよ。ロシア兵の叫び声が響いてくるな。弾薬切れちゃった。でもこれぐらいの敵の数ならなんて。あれ味方が助けに来たのかな。ロシア軍の APC だな。いやまだ味方かもしれない。その味方にめっちゃ撃たれてますよ。やばいって、こっち対戦車兵器なんてないよ。いやあるじゃん。え
火炎瓶が。それで戦車と戦えるのフィンランド軍だけだから。ってなになに、ヘリコプター？米軍の航空支援が到着したみたいだな。マジでタイミングがギリギリすぎる。ここからはヘリ視点か。これでロシアの傭兵をボコボコにするぞ。飛行場を包囲している敵兵を殲滅せよ。了解。どうやらガンナーを操作できるみたい。アーマルビジョンが使えるんだな。よし皆殺しじゃ。まずは空港に駆けつけてる航続部隊から攻撃。20ミリ機関砲を無慈悲に撃ち込みます。敵 APC も確認できるね。装甲車に対してはロケット弾を使ってくれ。了解了解。よっしゃ爆発資産を確認。次は格納庫付近の敵を掃討。歩兵をどんどん肉団子にしていきます。純然たるサイコパスが来た。大気ロケットもありったけぶち込みます。煙で少し視界が良くないな。そういう時はズーム機能を使って殺敵。一人残らず始末していきます。大体ロシア兵は駆逐できたかな。全くトリガーを緩めてなくてくさ。ロシア兵が撤退し始めてるね。これで包囲網は解けたな。空軍基地の制圧完了だ。とりあえず証言できる人間を全員消しておきます。最後に CIA の片鱗見せてきたな。よし4人ぐらい殺したね。あとはあそこの一人で終わり。近接航空支援助かった。次は遅刻しそうな時に学校まで送って。そんなことされたらまずお前の家にロケットを打ち込むだろうな。面倒ごとの根本を解決しようとするな。それではヘリ起動します。激しい戦いだったが、この代理戦争を経て現地反乱軍はロシア軍と独裁政府双方の牽制に成功した。それでは彼らの協力をもとにロンドンテロを引き起こした首謀者と塩素ガスを盗み出した犯人を探しに行っとしよう。Today was a great victory for us. Thank you. We make a good team. Yes, we've bought time. But Barkov will retaliate.So will we. Alex and Commander Karim's forces have destroyed General Barkov's forward operations base, temporarily limiting Russian air capability in Uzbekistan. We need to move fast. Sergeant Garrick, thanks to your intel, we've tracked the Arkatala cell responsible for the Piccadilly attack to a townhouse in North London. Three SAS teams will get inside and connect the dots.If the wolf is in possession of the stolen Russian gas in Uzbekistan, we need to find him. Be advised, there may be non-combatants on target. Check your shots. Targets are up, boys. Let's kick this off.ということで次回は現代戦 FPS の記録に残る現実的な戦闘を描いたキャンペーンクリーニングハウスをプレイしていきます。本場の特殊部隊の方も絶賛してたシナリオだよな。熟練したさすが冷酷に敵を制圧していく様子をお楽しみに。ではでは、ご視聴ありがとうございました。